はい、皆さんこんばんは。2月22日のボギーチャンネル、私主催の、日本の心参議院第4支部支部長のボッキーテドコンでございます。いや今日の沖縄非常に暖かくてですね、まあ、半袖でもいけるかななんていうような気候でございました。まあ、日中の気温はそうですね、23度か4度ぐらいまで上がったような感じでございまして、まあ、思わずエアコンをかけてしまう、まあ、そんな気候でございました。まあ、沖縄の桜の方も今、沖縄本島各地でもほぼ満開に近いような、感じでございまして、今日私朝、まあ、早起きをしまして、まあ、玄ちゃんだと、大山ゲートの方に行ってきました。まあ、そこでは普段そこにいるはずのいわゆるチミ毛量、はい、あのアメリカ人の車が通るとヤンキー、ゴーホン、ゲラーリ、そしてね、車の前に飛び出すマナティーおじさん、そして金切り声でヤンキーゴーホーンと叫ぶ喜び組が全く影も形も見えない。そして地元の人が出てきて私たちと話をしました。彼らが来るまで本当に静かなところだったと、嘆いておりました。まあ、地元の方々に理解されることなく逆に嫌がられる、抗議活動、まあ、いくらそのやってる当人たちがお前たちのためにやってるって言ったって地元の人に受け入れなければ何のためにやってるんでしょうか。そもそも最近は、目的と手段が完全に入れ替わってる気がします。オスプレイ反対を叫び続け4年、逆にオスプレイは増えました。しかし下劣な嫌がらせは今だなお続いております。つまりこの嫌がらせをすることそのものがもう目的になっているとしか私には思えないところがありますね。はい、今日もそういったお話を中心に沖縄の今日を皆様にお届けをしてまいりたいと思っております。まず、もうすでに130名の方が見えられています。本当にありがとうございます。音声の方いかがですかね。音声の方きれいに入ってたらまた教えていただきたいと思います。こちら一応調整の方は、できますんで、まあ、ボリュームほどほどに今上げてますけど、もしハウリングとかなんかありましたらまた教えてください。よろしくお願いします。はいそうですね月尾さん今日は竹島の日でございます。まあ、竹島の日なのにもかかわらず沖縄のメディアでは全く報道しません。でまたそうですね、国が主催しての式典っていうのもないですよね。いつからこの国はこんなにね、自分たちの領土を取られてて取った側に、ね、気兼ねするような国になってしまったんですかね。いや今だからこそ逆に竹島の日の、ね、あの記念式典を政府主催で堂々とやるべきだったと私思いますけど、皆さんどうお考えですか。まあ、今の日韓関係、まあ、はっきり言ってもう戦後最悪の状態にあると思います。まあ、向こうさんではなんか、ね、北朝鮮と一緒になって日本と戦争をするというような人が次期大統領になるという話もありますし、まあ、本当に何て言うんですか、身の程知らずというか、まあ、でもここまで来てなおなぜあの国に、ね、気兼ねをしているのか私には全く意味が分かりません。そういった風に常に情報情報情報を重ねてきたからこそ今のね彼らの横暴が、もう最大化したんじゃないかというふうに私は思ってるんですよね。やっぱりならぬものはならぬとピシャリとやっぱりねあの切り捨てる勇気を今までの政治家、まあ、そして政府が持ってこなかった。常に相手の言うことをねもう丸々、受け止めてそれに沿ったことをやることが外交だと勘違いをしてたんじゃないですか。まあ確かに外交官も役人ですからね、勇気を持って、ならぬものはならぬとは言えないと思う彼らはね、はい、どちらかといえば自分の任期中は、問題を起こさずにそのまま何事もなく過ぎてくれればいいと。そして日本の外交も今まで外交といえば外国に行ってお金をね資金援助無償援助とかをね約束してくるのが外交だっていうような風にそんなのが多かった気がする。
まあ、特に どこぞの徳和三国にはお金をつぎ込んでますよね。そして帰ってきたのは何ですか？日本ヘイトですか？信じられませんね。それでなお何ですか？スワップは受けてやる、ね、受け取ってやる、バカじゃないですかと私言いたい。そういった国はもう相手にする必要ありません。正直言ってね、私は韓国の人は嫌いじゃない、しかし韓国っていう国はね大嫌いです。特に政府教育、うん、これがね改まらない限り、まあ日本の、ね、良き隣人としては永遠にできないというふうに私は思っております。まあ本当に真面目にこの日本に住んで、日本人以上に日本人に、ね、なりたいと思って頑張ってる人たちには、今の韓国そして新スゴのような、韓国人をと日本人の間に溝を、ね、作り出そうとしているような人っていうのはどのように映っているのか、まあ、いつかまたお話を聞きたいですね。はい、ということで、今夜もたくさんの方々が見えられておりますので、まず紹介します。まず鬼丸さん、お茶ありがとうございます。こんばんは。こ月夜さん、どうもこんばんは。こでございます。はい、それから TUG さん、昨日はギャンギャンナイト1000件ゲットおめでとうございます。それとリスコさん、こんばんは。はい、それから、国会文工省さんもお見えになってますね。はい、南大阪の田舎者さん、いつもありがとうございます。カオルさん、どうもお茶ありがとうございます。それからセグさんもお見えですね。こんばんはんこ。はい、そしてラプターさん、はい、もうお見えですね。しかしすごい、今日もフォロンさん、どうもこんばんはんこ。あ、ユーチンさん、どうもいらっしゃいませ。今日もうさぎのアイコンで思いっきり、はい、楽しんでいただきたいと思います。はい、それから大島さん、どうも今夜ありがとうございます。こんばんはんこでございます。いやー、お茶が飛ぶ。はい、お茶後でちょっとまたオーダーしてこないといけないですね。はい、それからマリンカットの宮城さん、昨日はどうも、ね、ライブ、2時間お付き合いくださりました、ありがとうございました。はい、もっともっと見えられてますね。あ、ハヤトさんもお見えになってますね。はい、ハヤトさんからおすすめの映画、カラフト1945夏氷雪の門。あ、そうですね、これすごい、日本でこれ上映が見送られた映画ではなかったですかね。ぜひこういったのもどんどん紹介してください。はい、それからふむふさん、こんばんはんこでございます。はい本当に宮潤さん、はい、どうもこんばんはん。吉川さんもお見えですね。みのるさん、どうも、そうですね、中佐の おでこが救われましたということで、はい、チムさん、ね、はい、こんばんはんこでございます。それとホルスタインさん、まさこさんは確か明日あれでトラハチに出るんじゃなかったですかね。はい、今日はあれ持ってきました。私は何のフレンズかっていうご質問、そうですね、私はやっぱりワンコですかね。はい、2匹の毛深い秘書に囲まれたワンコで、ございます。はい、タイガーマスクさん、どうもお茶ありがとうございます。宮潤さん、今夜ありがとうございます。さてさて、はい、今日も本当に皆さんが呆れ果てるというか、あ、マーレベルドさん、どうもこんばんはんこでございます。カータンさんもお見えですね。はいウリナンチュ、ウリナンチュさん、こんばんはんこ。なんか刺激的なアイコンでございます。はい、レイコさんもお見えですね。こんばんはんこ。はい、それから、ネウエジル、はい、ネウエジルさんですか。どうもこんばんはんこでございます。あ、コベンさん、はい、明日の明日、明後日、明後日ですね、記者会見は。はい、明後日になります。はい、明後日に、明日行って明後日記者会見になると思います。まあ、ちゃんとしたのはまた、ご連絡しますね。まあ、ツイキャスの方はどこに行っても基本的に放送します。日本国内であれ外国であれ、そこから放送はさせていただきます。はい、では今日もですね、そうです、はい、今日も皆さんに、はい、ろくでもないまずニュースの前にちょっとハートフルなニュースを皆様にまずはお見せしたいなというふうにね思っております。まあ、何がハートフルかと言いますと、今日我々はですね向こうに行ったんですよ。大山ゲートの方に参上させていただきました。まあ、そこで玄ちゃんやね、愉快な
仲間たちと今日ハートクリーン活動を、行ったんですけど、その時の、様子を皆様にまずお見せをしたいと思います。これが、今朝の大山芸とトン、奥に見えてるうちのメンバーなんですけど、これが今日の朝の大山ゲートの様子でございます。昨日はカデナの第5ゲートでハートクリーン、今日は大山ゲート、これは普天間第1ゲートとも言いますね。ここで皆さんよくご存知ですね、この電柱が何かっていうのは。そうなんですよ、日本高松リーさん、彼らがいないとこんなに静かなとこはないかなっていうぐらい。そうです、リスコさん、これが平和でございます。で、何やら怪しげな足跡が見えるんですけど、これはこれでございます。どうですか、なんか少林寺を彷彿とさせる雰囲気でございます。石の上にも3年ではなくて、コンクリートブロックで、コンクリートブロックにも4年マリンアウトということで、中佐亡霊の足跡ということですねカーターさん、おじさんの足跡ということで、ああもう竹石さんお上手ですね。石の上にもマリンアウト、石の上にもマリンアウトでございます。フムさんはGoogle マップで見たんですかね。そうですね、ミクさん、見えない亡霊がここにいるかもしれません。マリンアウトの上にも4年、タイガーマスクさん座布団3枚でございます。竹石さんは座布団5枚でございます。よろしくお願いします。ストリートファイター、いやー本当に面白いですよね。これ話題がつ、この話をして本当に話題が尽きないんですよ。毎週毎週笑わせていただいています。実は私こっちに月曜日ある方をね、ご案内したんですよ。したらいなかったんですよね。で、野田家ゲートもいなかった、いない理由が分かりました。なんと、今週の月曜日、今週の月曜日はなんと米軍のね高級日だったそうです。高級日ですから、彼らは土日休みプラス米軍の高級日はお休みっていうことで、影も形もなかったっていうことでございます。いやー本当に面白いですね。いいご身分ではないですか。週休2日プラスアメリカの休日もお休み、いやーこれはいいですね。代わりに日本の休日の時とかお盆の時には来てましたけどね。お盆の時に来てマリンアウトをやってるのを見ると、家で誰も相手にしてくれてないのかなと、ちょっと、向こう側ながらちょっと寂しい気がしたものでございます。さて今日の様子なんですけど、このような形でトン、これは朝の6時40分ぐらいですかね。カーターさん、これ基地従業員に組合関係がいますんで、そこからカレンダーもらってるんですよ。こういう感じで元ちゃんと、うちの仲間たち、私とうちの仲間たちが、このように笑顔で立っております。そして元ちゃんはその通る車に対しておはようということで、この真っ赤な袈裟をつけてで、そうです、ジョージワシントンで言ってましたね、ラプターさん、よくご存知ですね、ありがとうございます。元ちゃん袈裟を、着用し、この満面の笑みで、おはようと声をかけております。すると、こうやって声をかけるとこんな反応が返ってきます。トン、どうですか皆さん、奥にマリンアウト電柱が見えますよね。で、普段はここはまさにキラーストリート、キラーストリートですよ。こいつらが現れる月火木はキラーストリート。こうしてね、アメリカ人が私たち見るともう喜んでこう手を振っていくんですよ。これが1台2台じゃないんですよね、何十台っていう車が行く。で、昨日も見たと思いますけど、パッシングするのもいたり、クラクション鳴らしたり、もういろんな方々がやっぱ反応してくれるんですよね。それが私たち本当に楽しい感じがします。そして元ちゃんこうやって声かけてるんですよね、おはようっていう感じで。すると車の中から、窓も閉まっててもこうして中から手を振ってくれます。こういった方々がやっぱり増えていくってのはとてもいいことだと思うんですよね。所長、月火木は嫌いストリートと
本当にろくでもない連中でございますね。はい、そしてまあアメリカ人の方、私たちの前を通り過ぎたようにこうしてみんな、はい、Thank you って言って手を振っていく。さあヤンキーゴーホームと我々どっちが平和団体に見えますかということでございますが、うん、まあ彼らからするとヌオさん、あ、僧侶の方なんですかって、いや僧侶じゃなくて歌手ですからね。はい、そうですね、カーターさん、あのこちらからやっぱりアクションをかけてリアクションがあるとすごい嬉しい。それも笑顔に、笑顔が返ってくるじゃないですか、ね、彼らは憎悪しか放ってないんです。私たちは笑顔に、ね、あの友情と笑顔をここに送っている、すると同じように返ってくる。そうですね、ミクさん、やっぱりいやいやいや、ノーさん別に謝ることはございません。どこから見てもあの大僧侶でございますんで、はい、まあ、私はこれが本当のね、あの平和運動だというふうに思ってます。はい、そしてここではですね、今日このような感じで、はい、桜が咲いておりました。私が立っているところから15メーターぐらいのところの、個人の、はい、庭にこうして満開の桜が咲いてたんですよね。もう本当に沖縄の桜はやっぱりちょっと見た感じが違うと思います。これ花びらが散らない彼岸桜というものでございます。そしてこの彼岸桜とこのバックにあるこのヤシの木を、パームツリーをバックに咲く、はい、この彼岸桜、皆さんいかがでございましょうか。まあスマホから撮った写真ですのであんまり綺麗ではないんですけど、うん、そうですね、この桜は実はあの花びらが散らない桜なんですよね。はい、お、静岡も桜が満開なんですね。なんか嬉しいですね、春が来た感じで。花びらが全く散らないで花弁ごと、ね、あの落ちるというあの桜でございます。はい、花弁ごとだけど本当に最後の最後までしぶとく、ね、枝に残る桜でございまして、はい、潔く散ることなく本当にしおれてもね、しぶとくあの残ってる桜でございます。ゆきとさんとか椿なんですね。はい、ところがこの桜がね、2014年花を、あ、2013年の春花をつけなかったんですよ。まあなぜかと言いますと、いわゆる2012年の夏頃からこの通りには例の平和団体という人たちが来てアメリカ人に罵声を、ね、浴びせ続けました。当時は毎日、ね、月曜日から金曜日まで毎日ここに来て、人数も今よりずっと多かったんですよ。時にはゲートを封鎖するぐらいいました。まあ、そういったことが響いたのか、その、ね、翌年の春、この通りの桜は全く花をつけなかった。ところがその花をつけなかったその年の春に私たちが来て、友情の横断幕を掲げた。そしてそこを通るアメリカ人の方々に笑顔が戻ってきたんですよね。その翌年から桜がまた満開しております。はい、まあ、今日住民の方もお話をしていましたけど、あいつらが来てね、桜が咲かなかったんだよっていうことを言ってました。まあ、偶然なのか、それともやはり桜も私たちのように心があるのか、さあこれはもう皆さんの受け止め方次第ではないかと思っております。さて今日はですね、他にもいろんなお話があるんですけど、ちょっと有識問題を皆様に提起したいと思います。これでございます。はい、これは実は新聞にもね載った写真なんですけど、これ基地の中なんですよ。基地の中で空撮している、つまりこれ軍事基地の中にドローンを飛ばしてですね撮影をしているっていうのがね明らかになった写真なんですよね。まあ、これも完全に基地の中です。はい、かなりそれも奥まったところに入ったところです。それをまあ沖縄の新聞が読者提供ということで新聞に載っけておりました。そうです、カータンさん、生コン工場。はい、実はねこれちょっと文字を大きくしたのがありますんでちょっと見てみたいと思います。トン、はい、まあこれ活動家の方ですね。キャンプシュワブの基地内で生コンクリートのプラント建設に着手していることが判明しました、ね、政治部の島袋良太記者が
事実を突き止めましたと。うん、これね、これよう見てみると写真映像部の諸見里麻里記者が那覇市の本社から名護市辺野古の塩部まで急行し、日が沈む前に小型無線ヘリでプラント建設のための予定地を撮影することに成功したと。これ活動家からじゃなくて新聞社が自ら中に入って撮影したんですね。小型無線ヘリ、ドローンって書けばいいのにね。ドローンって書いてますよ。はい、ノーさん、これね、何が大問題っていうと、ちょっと皆様にこれ一つの問題提起をしたいと思います。あれ、これ国交省のサイトから見てますけど、はい、無人航空機の飛行の許可が必要となる空域っていうことでいろいろやっております。はい、空港の周辺、人口集中地区の上空とね、そして150メーター以上の高さの空域とかいろいろ書いています。この許可が必要なところということは、空港等の周辺では安全性を確保し許可を受けた場合には OK、そして人口集中地区の上空も同じように許可を受ければ OK、はい、そして150メーター以上の高さの空域も許可を受ければ OK なんですよね。はい、そしてもう本当に離れたところ、人人家もまばらなところでは150メーター以内でも飛行は OK だっていうことになっております。はい、そうですね、 TUG さん全くその通りでございます。私が本当に心配しているのをこれからちょっとお見せをしたいと思います。はい、これがトン、これはですね、自衛隊基地がある那覇空港の、はい、那覇空港の、資料なんですけど、この緑色になっているところはもう、これはもう絶対飛んじゃいけないところなんですよね。はい、そしてその他のところは許可がないと飛ばしちゃいけないところでございます。基本的に那覇市内は許可がないと飛ばすところはないような感じで色が全部染まっております。これはもう皆さんもね、分かりますよね。まあでもどこぞの新聞社が自分たちの社屋から、ね、1.5 キロでしたかね、そのぐらいのドローンを飛ばして行方不明になったことはうやむやになっております。さて、次の画像、これ皆さんびっくりすると思います。トン、これなんだか分かりますか皆さん。これ驚きですよ。実はこの赤く染まってるところは許可がないと飛ばせないところなんですよね。とか、このど真ん中の色がついてない部分、なんだと思います。これ実はここ普天間飛行場なんですよ。普天間飛行場にはこの国交省の法律が及んでいない。そうです、マカオさん、いや厳密に言えば普天間基地の上空にドローンをね、入れても罪に問われないっていう驚くべき事実が判明しています。はい、つまりこれ米軍の飛行場の中は日本の法律の及ばないところだっていうことだと思うんですが、このように住宅密集地であるはずのこの普天間基地、はい、普天間基地の周囲にはたくさんお家があります。その普天間基地の上をドローンが飛ばしても罪に問われない。これね、そう、ドローンをですよ、基地のフェンスのギリギリそばから一気に上に上げて基地に侵入させて、もう何の罪にも問われないっていう可能性があります。私これ本当にびっくり、いや治外法権というか法律の抜け道ですね。はい、そして次の写真、これはね、極東最大の空軍基地と言われているカデナ、皆さんこれどう思いますか。カデナの滑走路、はい、フライトラインメインの滑走路からフライトラインもいくつかありますけど、そのすべてがね、そのすべてが真っ白なんですよ。つまりですよ。はい、いやーこれね、
まあ、詳しい人がいたらちょっと調べてほしいんですけど、これ嘉手納基地も結局は日本の法律が及ばないっていうことで赤く色がついてないんですよ。はい、いやもう治外法権っていうかね、いわゆる法の抜け道っていうんですか、これねもう向こうも気づいてると思います。あっち側の人たちもね、だから新聞社が堂々と基地の中にドローン飛ばしてるんですよ。はい、ただ目視できる距離確か2キロぐらいでしたかね。2キロって言ったらもう見えないと思いますよ。うん、いや本当にこれね、ホルスタインさん、私もそういうふうに思ってます。今日責任ある方々もここ見てることだからわざと今日資料を上げてますけど、まあ、このような形で米軍基地だからということで、このね国交省のこの法律が適用されない。はい、まあ、アメリカの法律はどのようになってるかちょっと分かんないんですけど、まあ、基地の、そうですね、これエロマジンさん、まあ、米軍がだったら簡単にやると思いますよ、ジャミングと落とすっていうのは。でもこれってね、はっきり言って怖いことなんですよ。そもそもね、日米安保条約で日本は米軍に対して基地を安全に提供する義務を負ってるんですよね。そういった中でこのように航空法が適用されない、はい、ドローンの、ね、この法律も適用されないということで、いわゆる法律で禁止されてないからということで、こうしてどん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 飛ばされるとどうなるんでしょう。あ、さきさんどうもお茶ありがとうございます。そうです、石川さん、爆弾積んでる可能性もないと言えない。例えばドローンに500グラムぐらいのプラスチック爆弾くっつけてですよ、米軍の例えばカデナだったら空中給油機 KC-130 空中給油機があります。それに近づいていってドカンとやったらどうなるんですか。それも1機じゃなくて、ね、10機20機のドローンが一斉にあらゆる方向から飛びかかってきた時に防衛局もね、防衛局は何もできない。米軍だってこれ止めきれないと思いますよ。私はね、こういった危険性というのはやっぱり政治家はもっと認識すべき。特に防衛族と言われている人たち、いやもう本当に戦争ですよ。これもうすでに琉球新報さんがキャンプシュワブの中でドローンを飛ばして写真撮ってますよね。同じことが今後あちらこちらでどん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 できてくると思います。でトランプさんがなんやら頼もしい動きをしてますよね。テロ組織と認定するとかなり大きさは痛手を受けるって言うんだけど、私ははっきり言ってこんなね黒船に、まあ、黒船って言ったら言葉がちょっとおかしいんですけど、外国に対して、ね、外国の動きでしか対応できない日本というのはあまりにも情けない。 SDA のその通りです。はい、なんでね自分たちの国でこれ制定できないんですかということで、いやこれね、はいはい、榎本さんその通り。例えばこの広大な嘉手納基地、この広いね基地の周囲のどこからか一斉に20機ぐらいのドローンがこの嘉手納基地の中に突入する、するとどうなります。米軍止めきれないですよ。その中の何機かがプラスチック爆弾を、ね、装着をして空中給油機を狙ってその、ね、翼の付け根あたりに降り立って爆発したらもう大炎上ですよ。はい、そうですね、ガソリンを積んで、ね、発火装置をつけて降りてドカンといく。いやこれ今日見てる責任ある方々、これ本当の話ですから、ね、ただでさえ風船上げられて防ぐこともできなかった日本、これでいいんですか。今度はドローンで来ますよ、ドローンで。いやもう本当にね信じられません。これ私の放送トランプさんが見てたら間違いなくテロ組織認定しちゃいますよ。やっぱり政治家はもっとこういったところに着目をしてですよ、やっぱり国を守る、それもね他の国に頼り切ったことではなくて自分自身の力で守るということをねぜひやらないといけない。あ、23110さん資料ありがとうございます。はい、これをまた確認したいと思います。
そうです、ドローンの侵入も警告法で罰するべきだと思います。でも琉球新報やったと書いてます、さっきの私の資料でね。はい、これがねテロじゃなくて何て言うんですかっていうことだとね私は思ってます。そして辺野古、辺野古がこれトン、はい、この辺野古のキャンプシュワブ何にも色がついておりません。つまり、ね、何メートルの高さを飛ばそうが何してもいいのか、はい、もう自由気ままだっていうことなんですよ。はい、自由気ままということです。真っ白、ノーさんその通りでございます。真っ白、高さも何のあれもありません。はい、何のあれもない、ね、地面すれすれに飛ぼうが何しようがね、規制がない。そうです、日本はもっと危機意識を持つべきです、ね、じゃないとね外国の規制でしかね対応できないというこんな情けないことは主権国家じゃないですよ。日本が主権国家だったら自分たちでこういったものに対するね対抗策、そして法律をねもう1週間でもいいから早急にやっぱりそう制定すべき。そうです、石川さん、責任のない自由を認めてはいけないということだと。カータンさん、真面目に軍事施設について考えないといけないと。そうですよ、サーファーさん、辺野古ラジコン、はい、本当にね極左ラジコンがもう飛び回るようなことになったらどうするんですか。ただでさえね海の上からドローン飛ばしてるんですよ、この連中。海の上からドローンを飛ばしてね、海保の警備の薄いところを見つけて、そこから船でカヌーとかで侵入するんですよ。これってもうすでにドローンがこのように使われてるっていうことですよ、ね、ぜひこれは早急に対策を取っていただきたいと、私は、考えております。はい、次の話題行ってみたいと思います。トン、はい、これは皆さん民進党の本村、健太郎、新太郎ですか、はい、本村さん、本日は予算委員会の一般質疑で登壇させていただきますということで、1月2日は MX テレビのニュース女子の沖縄報道についてということで、はい、本村健太郎なんか好き勝手なこと言ってましたよね、はい、そしてあんな変更した報道がなんだかんだって、ね、嘘を、ね、言ったということでやってました。私この書き込みを見てねちょっとこれは許せんなと思いました。そして私も書き込んでまいりました。トン、はい、番組に出演し発言をした沖縄県民の一人でございます、はい、ね、このニュース女子、国会の場で、ね、私たち当事者を証人喚問で呼んでいただき、ニュース女子の報道にどのような問題点があったのか、国会の場で明らかにしていきませんかと、はい、真実を明らかにするためにも本村健太郎代議士と民進党の皆様には私たち沖縄県民が国会の場で話す機会を作っていただきますようご尽力をということで、この写真をくっつけて投稿しました。はい、投稿しました。返事が一切ございません。はい、ここはドクさんこんばんはんこでございます。ミキさんどうもこんばんはんこ。与田さんも書いてるね、クリリンも書いてる、うちの友人たちも書いてる。はいね、いやこれは私許せんなと思った。はい、一切ね返答が来ない。だから私こういうこともね書いた、畳みかけてねこれも書きました。トン、はい、番組に出演した当事者として要求します。真実を明らかにするために証人として勘問してくださいと。はい、沖縄県民として現場で見たままを証言させていただきます。問題を国会で提起した責任が貴殿にはあると思いますと。やりすぎましたか、皆さんどう思います。いや私はね県民の一人としてこんな嘘っぱちをね国会という場で言う人間がやっぱりおかしいと。だったら俺たちの話を、ね、ちゃんと国会の場で聞かせてあげますと。はい、しかし一切返答がございません。で私の友人が民進党のねこの方の事務所に電話をしたそうなんですよ。しかしねなんかはぐらかしてきちんとした答えを言わなかったっていうことでございまして、はい、そうですよ、
逃げるんですか。だってこの人が沖縄ヘイトとかね、あの事実でない放送をしたということで国会で提起したんでしょ。だったらその放送の中に出て沖縄県民を呼んでこの内容が本当かどうかということを確かめるのが筋じゃないですか。民進党はね、喜んでこれをやらないといけないと思うんですよ、ね、あと自民党さんも、いやそうだそうだ、ぜひ沖縄の3名を呼んであの国会の場で明らかにしようってやってくださいよ。なんで黙ってるんですか民進党の皆さん。はい、この本村健太郎さん、はい、いやこれね、あの下手するとあの正義の味方あたりに乗りますよこれ、ね、民進党本村議員、真実ない放送、カウンター沖縄県民発言承認喚問しろと。私言ってることおかしいですか。いや私出ていいんですよ、本当のこと喋りますよ。はい、もうこれどん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 皆さんあのやってください、拡散してくださいよ。本人が返事なければね、どんどんやっぱりやってください。それとね、まあ逃げたといえばこれ、トン乗り越えネット、乗り越えネット、はい、いやーこれすごいですよね。農さんどうも出たと。いや今日が実は賀南雅子さんと私たちが出した公開質問状の期限でございます。期限、はい、期限です。22日今日でございます。はい、乗り越えネットフェイスブックページ、私確認してきましたね。先ほど見たんですけど彼らが書いてるのはねこれぐらいでした。はい、これはあの数時間前のやつ。デマで沖縄の偏見をある MX 入試女子を許さない第7回の抗議活動ですということでこれは書いている。しかし公開質問状への返答は一切ない。そう、宮城さん何を乗り越えてるんだろうと。そうですね、期限を乗り越えて逃げるんですかね。許さないで逃げたと。いやー本当にね、これで逃げて逃げて逃げて逃げまくってうやむやになった頃に勝利宣言するんじゃないですか。許しませんよ私は。あの今度ね雅子さんとあのちょっと相談をして、この民進党の議員にも何が虚偽の報道だったのかぜひ我々と討論しようということでね、民進党にも公開質問状を送った方がいいんじゃないかと思ってますけど、皆さんどうですか。いやしかし賀南雅子さんすごいですよね。安田とあの野間にね自宅に押しかけられても一切ひるむことない。それどころかガン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 やってますよ、ね、韓国籍の在日のね方と、ね、日本国民で沖縄県民の若い女性がタイマン張ってるんですよ今。皆さんどっち応援しますか。日本人としてね、農さんはぜひ一緒に守りましょうよ、できることでね。いやこれがね真相と私の戦いだとそんなに大きくはならんと思う。しかし賀南雅子さん、女と女の戦いですからね。はい、しかし本当にこのままねあと2時間逃げたら私最低だと思ってますよ、正直言ってね。本当に最低だと思います。まあでも多分出てこないでしょうね、うん、私はそのように思っています。それとこれも最近のニュース、これ朝日新聞、機動隊員に唾、公務執行妨害容疑で逮捕、辺野古で抗議中ということで、まあ、これ実は20日に、抗議活動に参加していた住所不詳の男を公務執行妨害の疑いで逮捕したと。朝日新聞、琉球新報、沖縄タイムスは名前を実名を出していません。しかし産経新聞は実名を出しています。なぜこんなに違うんですかね。アメリカ人が事故を起こしただけで実名どころか勤務先まで発表されるんですけどね。いやーすごいですね、唾を吐いた。実は唾吐きっていうのはこれ今に始まったことでもないんですよね。実は昔ありました。これね、犯人という、接見した弁護士曰くこう言ってるそうなんですよね。唾は吐いていない、抗議中に唾が飛んだ可能性はある、
そうであれば申し訳ないと話している。弁護士三宅、唾が飛ぶことは普通にあることで公務執行妨害成り立たない、これだけのことで逮捕は不当だと批判をしたと。はい、で私はこう書いた。これ意味わかります？これ唾が飛ぶことは普通にあること、唾を吐きかけるのが普通なんですか？この三宅さん、あなた本当に弁護士なんですか？ということです。はい、で本人は黙秘してるんですよ。黙秘しないでね、唾を飛ばしてないと飛ばしてないとはっきり言えばいいんですよ。なんで黙秘してるんですか？黙秘して弁護士にこんなこと言わしてね。そう、グレードランナーさん、これをね、今から皆様にお見せをしたいと思います。実は私たちが前に、キャンプシュワブの方にですね、あのハートクリーン活動を行ったことがあります。朝の挨拶運動、みんなでね、あのこうしてキャンプシュワブの前に横断幕を掲げて、まあ、ここに来る、アメリカ人の方々に You are a good friend と言っていた。まあ、向かい側はあのもろに彼らの違法テントですね。はい、当然ながら違法テントから活動家が道に渡ってきて、まあ、絡み始めます。まあ、その時の様子が、まあ、あるんですけど、その時に絡んできた活動家がね、私たちのメンバーに向かってこんなことをやった。これね、皆さんちょっとメガホンの奥に口が見えますよね。口、これをね、ちょっとあの私があのちょっと印をつけたのがあります。トン、この丸丸丸丸ってやってるの何だと思います？この方ね、うちの仲間に唾を吐きかけたんですよ。それもね、1回2回3回ぐらい吐きかけたんですよ、ね、これが沖縄のね左翼ですよ。もう本当に下劣。それもね、何日間も口を洗ってないのですごい臭い匂いしたそうです。内臓が悪いんじゃないかってみんな言ってましたけどね、カピバラっていう動物がなんか唾吐くらしいんですよね。それとね、何にも変わりません。これがね、沖縄の左翼のやり方。はい、ベって吐くんですよ。これ動画バージョン、あ、どうもありがとうございます。動画バージョンぜひ見てください。見ていただければどんなやつが唾を吐いてるのか分かると思います。もう本当に下劣すぎる。はい、もうね、あのこういった方です。唾を吐きかけたとへーへーへーと笑っております。はい、実はこの方、和歌山から沖縄に移住してきた活動家でございます。はい、元は和歌山県出身ね。本当に下劣すぎる。その横にいるのは琉球独立おばさん、ワンコマワレでございます。特定外来プロシム、まさにその通り。はい、ということで、もう今日もあっという間に時間が経っちゃってますね。まあ、そんな中で皆さんにちょっとあの面白い今日の記事、私が今日見て笑っちゃったのはこれでございます。沖縄左翼、とうとう猫の手を借りる。沖縄左翼、とうとう猫の手を借りる。はい、ガナー雅子さんと私たちの、この200名余り集まった、シンポジウムは取材にも来ないのにね、こんなして猫の写真を持ってる人間が現れると記事になる。22日午前、キャンプシュワブゲート前です。我が輩は辺野古新基地に反対である。猫好きで作る肉球新党の沖縄メンバーがシュワブゲート前で反対を訴えています。日々の戦いの疲れも猫が癒してくれる。猫が平和が一番とか、ぬちづたからって言うんですか？そう、リスコさん、可愛いんですよ猫は。なんで猫をこのように政治利用するんですか、この人たちは。自分たちがね、あんまりにも支持が得られないからって猫なんか使うんですか。これ和也さんが見たら怒りますよ、これね。本当、犬は使う、マナティーは使う、猫も使う、次何使うんですか。次は昆虫、まあ、すでに昆虫は使ってますから、はい、次はミミズでも使うんじゃないですか、この連中。蛇の抜け殻も使うと思いますよ、ね、本当に理解できません。このね、竹島の日、今日竹島の日でございますが、そんな日にもこうして基地の周辺でね、大騒ぎをしている沖縄左翼。そしてこの新報タイムスには、
竹島の日なんかも全然載ってなかったですね。まあ、これがいわゆる沖縄メディアのクオリティということでございます。しかしこのようにね、猫の手を借りないと何にもできない沖縄さん、本当にね情けない、いかに県民の支持を失いつつあるのかっていうのがね、これでわかると思います。そして、今日も後半の写真笑っちゃいます。これもトン、はい、これは過去の記事からちょっと皆さんにお見せしたい、米軍車両が故障して国道58号線が渋滞したことが記事になります。このような感じでね、どうですか、58号線でね故障したことが記事になる、米軍が、はい、立ち往生したら記事になる、これもね記事になる、はい、道に迷ったことが記事になる道に迷ったことが記事になる、いやこの他にマフラーを落としたことが記事になる、マフラーを落としたことが記事になる、ミラーとミラーを接触させて傷が入ったことが記事になる。しかし私たちが、先日土曜日に行った、このニュース女子に対するシンポジウム、200名余りの方々が集まったにもかかわらず一切報道をしなかった、この沖縄の新聞、皆さんはどうお考えでしょうか。特にこれを見ている沖縄県民の皆さん、これが本当に公正な報道だと言えるんでしょうか。まあ各々がぜひ考えていただければなと思っております。ということで、今日も喋りきれないぐらいたくさんのフリップをお見せしましたけど、いかがだったでしょうか。明日は東京の方から皆様に、お送りすることになります。記者会見前日、まあ、いろんな資料とかがまた発表をできるのとできないのがありますが、できるだけ皆様に沖縄の今を明日もまた伝えていきたいと思っております。ということで、今日のボギーチャンネル48分長丁場、最後までお付き合いくださりまして誠にありがとうございました。では明日東京の方からお送りしたいと思います。ごきげんよう。あ、それと明日の夜10時からのワンヌウムイは、はい、HK 仮面と海江さんの2人にお願いしますので、ぜひこれもまた応援してあげてください。はい、本人たちの頑張りはスティッカムで見ることができます。サイマルラジオでも聞けますんで、ぜひHKHK とね応援してあげたらすごい喜ぶと思います。ということで今夜の放送これにて終了させていただきます。皆さん最後までありがとうございました。